そしてこのリリースは一番左に回すともう離すとすぐ切れる、うん、はいはい、右に回すとスタッカートってことやね。そうですね、うん、でスラーってことや。そうですね。うわほーいどうやこれ、これで2つ覚えました。これ全然違うで、これ覚えて、そうこれ家でもだって こんなん回すだけやったもん今までそれ考えながらできんねや、うん、そうです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 。シャープとタイムは、うん、あこれちょっと難しいんで置いときましょうか、はい、この次のカットオフ、カットオフ、これ覚え、これも簡単なんで、はい、カットオフを一番左にするとすごい音がこもっていくんですね、はい、イコライザーで言えばなんか上の方から、うん、押さえていく感じかな。ほーん、で一番右にすると開くんで、うん、もう元の音まんまだから、うん、あーっていうのをあーって、あーおーおーおーそれがカットオフっていうの？そう、カットオフっていうんですよ。カットオフってどういう意味なん？何をオフしてんの？うん、あの倍音、音って倍音、はいはい、倍音、はいはい、倍音、もちろんです。話が早い、はい、同じ音弾いてんのに高いところの音の音も出てるし、はいね、このシンセサイザーはここの部分で倍音を合成していくシンセサイザーなんですよ、この3つで倍音、うん、倍音作る、合成していく、それをさ倍音で出過ぎた倍音とかをこっちで押さえたり、うん、あと例えば、鐘の、うんうん、お寺の鐘の音で表現するとゴーンっていったら、うん、ゴーンの瞬間ってもういろんな倍音が含まれて、ガーンって出ますね、ノイズがね。倍音が一番少ない状態って、うん、あのサイン波ってあのプップップッポーンの、うん、波の音じゃないですか、うんうん、だからガーンから、うん、お寺の鐘の音ってずっと聞いてると、うん、ほぼほぼボーンっていう倍音がなくなっていくじゃないですか、うんうんうん、それをカットオフしていくことによってずっとガーンって音をガーンってほら音が作れるカットオフ。はー、だんだんこもらすことによって、うん、一音しか出ないようにできるってことね、うん、そうですそうです、どんどん倍音を、うん、減らしていって、フィルターをかけていくっていう。それはどういう時使うの？例えば、うん、だから例えば鐘の音作りたい時ガーンって、あとこういうアナログシンセとかだと、うん、あのシンセベースって聞いたことあります？なんかブヨンブヨンブヨンっていうの、うん、はいはいはい、ブはもう倍音が多いんですけど、うん、ブヨン、ああなるほどなるほど、尻つぼみになるってことね、はい、それをもうカットオフで尻つぼみにさせていくんですよ。これカットオフ、そのこれはね、カットオフの横にカットオフってあんねんけど、これ何なん？これダブルでかけられるっていうことですね。ダブル、フィルターをダブルでかけるですね。あ、アモウンとは？これはただのリバーブです。エフェクト、あの残響音、ああ、空間的な音を広くするってこと、広くするっていう。そうなんですよ。モッドは？あ、これモジュレーションの略で、うん、これがここでシンセサイザーのもう心臓部になってくるんですけど。モッドとラティオとフォールド。はい。はい、モッドとラティオとフォールド、レシオなんですけどね、レシオね、てかこの番組こんなトークしてていいんですか？だいぶしちゃいましたけど大丈夫だよ。大丈夫ですか？もう今完全に小野坂さんと2人で遊んでた。大丈夫なんです、うん、僕この野島くんの来るシリーズはこれでいいんです、うん、そうなんです、うん、でっていうか他でも何でもできないでしょうね、うん、YouTube はいいんです。いいんですか、うん、見たい人が見るチャンネルだからね。そうですね、うん、誰が見るのこれだってさ、うん、お値段言ってなかったですけど2万円弱で買えるので、もしあの興味がある方はこれ一回買ってみて、うん、僕みたいに何にもわからない人だと本当に今日の今日までこうやって遊んでただけだったんですよ。それが今カットオフを覚えただけでカットオフできるようになる。じゃあ早速、じゃあ音を出してみたいんですけど、はいはい、これここねスイッチがありまして、スイッチがありましてスイッチオンするともう普通に演奏がこう自動演奏でできるようになってるんですけど、うん、なんか使いこなしてる風あ、聞こえてきた。あ、ほらリリースタイム長めですね、音が。ちょっとこれじゃ音がちっちゃいので、うん、なんと今回はですね、はい、前回作った真空管アンプを利用したいと思います、うん、なるほど、すごい、
これ皆さんどうですか、つながってたよ野島くんシリーズつながりましたね、つながってましたよ。こちらにご用意しました、この前回作った真空管アンプ、これをね野島くん、はい、このね、あ、いいですね、はい、いいな、などうですか、もう時代が変わったんだなと、昔のアナログチックな真空、うん、シンセサイザーの音をなんと真空管アンプで聞く、それをこんなデスクトップでできちゃうねえ、これはもう時代の YMO やで時代の YMO、 確かに入れてみますよ、はい、ちょっと待ってくださいね、出るの出るの、はい、出ましたね、これで、おー来た来た来た、これまあいわゆる、うん、この今この鐘みたいな音が出てるじゃないですか、うん、これはちょっと不協和音の倍音で、うん、あのモジュレーションかけてるっていうことなんですね、多分、うん、そうですね、どうこれを正しい倍音にするとあんまり、うん、アタックもリリー、これ何をいじったのかなこれ何をいじったのかなそうですね、息が足りないピアニカみたいなにもなりますね、うん、今もうちょっと音変えちゃうとピアニカじゃなくなってきますけど、うん、オーボエや、オーボエ、そうですね、これ響かせてもいいし、でここの、うん、このすごい嫌な感じ、倍音があのこれ3対1と2対1の間の中途半端のところですと、あ、だ気持ち悪いっていう、気持ち悪い、気持ち悪い音なんですよ。うわ、昔の宇宙人ですね昔の宇宙人の音でもこのカットオフを下げていくと鐘の音っぽく、うん、あ、なるほど、このか本当はカットオフでもあのアタックとかリリースとか個別で設定できるともっといろいろ音が作れるんですけどね。まや。あ、そう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 です。これがモジュレーションってどれだけたくさん倍音を強く掛け算していくかっていう。
できるな。そうです、俺のやつもできるよこれ。でも一緒ですよ、一緒一緒。ちょっとリバーブの調子が悪かったですけど。じゃあ、ええ、これで今日これやりたいのは、はい、いつもこれで、ってやってるんですよ。よくわかりました。ここなんですよ。はい。はい。できた。できた。これのシンセサイザー版を作りたいんです。なるほど。うん。僕が分析するに、この音って、はい、あ、こっちですね、はい、まずアタックがカンってありますよね、うん、はい、カンっていうこのマレットが金属に当たる音、うん、その後にこの全体がハピー、うんうん、全体がフワーンとこう響いていく、うんうん、ちょっと鐘の音にはまあ近いんですけど、うん、カン、ホーン、ホーンっていう音とカンっていう音が2つ聞こえてくるんですね、うん、本当のなんか FM 音源っていう音だと、うん、なんかその2種類を作ってか、合わせちゃう、合成しちゃうのが楽なんですけど、うんうんうん、これで作るとなると、うん、でもあんまり変な倍音は入ってないですよね、なんかね、あ、最初だけ金属っぽいガインみたいな。野島、これを再現しなくてもいいんだよ。あ、そうなんですか。だからそれを、いや、でも少しでも近づけたいですね、音。はい。近づけたいです。近づけましょうよ。はい、わかりました。この音は全然近くないですもんね。うん。どっちかっていうとオルガンっぽいもんね。鐘の鳴ってる音みたいな。